ちょっといいですか、はい、ちょっとすいませんちょっと主催とお話したいんですけどいいですか、はい、主催井さんん、はい、これ何が狙いなんですか今回ってあのっていうのは今までは儲かる儲かんないとか一緒に頑張りましょうとかだったりあるいはそのそうじゃなくてもすごい準備しっかりされてたりとかなんだかこう面白いキャラクターの方とかですね、まあ、いろんなこう志願者の方が出てると思うんですけど 基本はそのあたりだったじゃないですか。はいとは言いませんけどね、はい、僕は。これまでで言ったり。いやこれまででもはいとは言いませんよ。わ、うん、かりました。えっと、いや、これまでも、こういう社会貢献的な話とかの志願者はいましたので。あ、そうですか。だから、その質問について、僕は、はい、そうでしたね、とは言いました。すみません。じゃあ僕のちょっと勉強不足だったと思うんですけど。いや要は裏を返せば、こういう志願者は出ちゃダメだって聞こえますけど。うん。 ダメなんだ。僕はダメじゃないと思ってるから、取らてるんでは,はい。えっと僕はダメだっていうことは僕の権利でもないですし。はい、ただ、虎側としては、うん、これは儲かる。儲からないの話ではないっていうのはもう共通認識じゃないですか？みんなの、はい、だとしたら、うん。まあ、もちろんその事前に分かる範囲分からない範囲あると思うんですけど。あまりにも準備がなされてないのかなと思うんですよね。今されているご活動は素晴らしいと思うんですけど。 結局三百万円欲しいですって、おっしゃりに来てて、それに対して。何も準備がないし、把握してないし。こう、狙いもなんかふわっとしてるような状態で。えっと、それは僕に聞かれても答えようがないですね。うん、令和の虎に出てくる志願者が虎顔にとって。 金銭的なうまみがなければ志願者として出てはいけないっていう、えー、基準はないんですよ。もちろんそうですね。はい。なので彼女がここに座ってこの提案で出てくることは僕は何ら悪くはないと思っています。うん、その上でトモハッピーが今おっしゃっているえっ、ー、と準備がないっていうことについてはこれは僕の責任ではなくて今準備があまりなされてないっていうのは、えー、あくまでトモハッピーから江藤さんに対する主観じゃないですか。なんでその準備不足 でおっおしゃるのはあくまで主観として価値観としては僕理解ができますけど、はい、だから何のために出てきたのとかってトム・ハッピーが江藤さんに言うのはちょっと僕はえ納得ができないあまあ江藤さんに言ってるっていうふうにも思われてしまうと思うんですけど、はいうん、僕の主観なんですけどこれも、はい、僕の中では簡単に答えが出てしまうような話でお話伺っててこの300万円は 使う価値がないと僕は感じられたし竹内さんがもうすぐに答えを出しちゃったようなすぐに答えが出るような話に見えてこんなのお金かけないで iPhone で撮ってやる方が良くないとりあえずそのリターンの算段がなくてさらなる発展とか意義につながらないんだったら iPhone で撮ってまあただ無編集でアップすれば良くないですかっていうので。だからトラがいるんじゃないんですか 前から言ってないんですよ、僕。別に、彼女が最初にやってきたプラン、土地で変えちゃいけないっていうんじゃなくて、今のルールは、虎との話し合いによって、 彼女のビジネスプランが変わわっっっててもいいって言ってるわけですよだったら、竹内社長がおっしゃったように、いや、これ300万かかんないよねって。で、こんなんほとんど金かけずにできるじゃんっていうのが、虎からのアドバイスだとしたら、僕は途中で言ったように、でもルールとしては一定300万円置かなきゃいけないけれども、それは後から虎との話し合いの中で、うまくアドバイスして、金かかんないならかかんないって、それで済んでいけばいい話ですよね。だから僕はあえて、でも一応ルール上、300できてるんで、300は積んでいただかなきゃいけない。 ないですよって言ったつもりなんですけど。うん、そうですね。はい、筋が通ってますね。すいません。なんか僕の感覚がおかしかったかもしれない。いやいや、すいません。んい,いつもの感じとちょっと温度感とか種類が違いすぎて、僕がちょっと受けが狭かったかもしれないです。すいません。 お願いだから、江藤さんのことを理解してくださいって僕の立場で言ってるつもりはないんだけど、あの、令和の虎はこういうものもあっていいと思うし、極論言えば、ここで別に江藤さんナッシングでも出た回全然あるじゃないですか。で、江藤さんがこの令和の虎に出た回があるようにはしたいんです、僕。リターンとかお金の話だけでアウトってなってしまうと、あの、価値が全然ないとは言いませんけど、なんか、 彼女にとって勇気を持って座って頑張ったら甲斐がないかなと思うんでちょっと釘刺しちゃったって感じですね。